はい、どうもー。白河地のヒロさんでございます。いやー、もうゴミ屋敷です。あー、見ると、これ、実はあの、ベッド高いんです。うーん、見えないね。実はあの、145?140 センチぐらいのところにベッドが、こうあるんですが、カメラこっちなのか。こうあるんですが、中はもうぐちゃぐちゃです。 で今、数えけると、ベッドもこの状態です。いつも放送しているところがこの辺です。うーんいやいやいや、動画ね、作ってるこの辺ね。あー、わかるわ。まあ、こう,言うと、手話のもんがあのいっぱいあるってことは、これ、いつのやつよってよく寄ってみると分かるんですけど、1991年、あのー、いつのでしょうかっていう、もう、たぶんその頃からつけっぱなしです、これ。 <laughs> もうめんどくせえって感じです。でもこんな感じでもう終わっておりますなぁ。ベッドに今物乗っけましてね。そし懐かしいのがあの <laughs>、ピンキーかよ、みたいな。ピンキーコースとか言って。懐かしいね。集めてたね。手が出たりね <laughs>。こっちゲーム、うーわ。やってねー山積みなのがまだまだあります。やっとこの辺の漫画やっと潰したって感じで、う。ん ね、そんな感じですよね懐かしいあのー、スノーミク雪ミクねうん懐かしいねとかいうのはねやっ開けてないんじゃないかな <laughs> やーべーまだこの辺漫画いっぱいありますけどねしかもやっと床が見えましたよーく見えると思いますけどうん畳です <laughs> 畳ですやっと見えましたであと懐かしのなんでこれもうずっと開けてない あの辞書っていう変なもんがありますすっげえこけてるこれいつの俺小学校中学校の時使ったやつうわーと思いますもうこれはもう <laughs> めっちゃくちゃです、まあ、この辺なんてもうゴミとぬいぐるみの混ざり物が多いですよねお懐かしないの出てきたおトロじゃんうわーかわいいの出てきたおうおおこっち側から見るとかわいいのか うんうん。これ、うちのマスコですよなんかね、いろいろなもんが出たりね。ちなみにあの、これ、ゴミ袋、札幌のゴミ袋なんだけど、一番でかい40リッターのやつ。そこにもあるし、そこにもあるし、そこにも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 、にもなんか、これは同じやつか。かいろいろなもんがもう、 ゴミが、もういらないやってばんばん吸ってます。この辺見たら分かる通り、半分ゴミですよね。うん。で、あのー、タブレット。ね、こうやって買ってきた、あのー、懐かしいね、もう。これ、なんかコーヒーなんか多いじゃないですか。あるとして、あと、ワコムの。まだ、ここにもるタブレットがあると。ね、ええ、こう努力はしたんです。努力はしてもこうなんです。うん。あー。 どうにかしてあーなんかコンポあるけどこれ使ってねえな多分ちなみにあのー、昔オタク昔からオタクだったんで、あのー、LD プレイヤーで見る LD <laughs> プレイヤーどこ行ったったらプレイヤーあっちにあるんな懐かしいですねトップを狙い大好きなんですようん多分プレイヤーこのお口にあるんじゃないかな うん。あー、じゅた発見。部屋付けたら引こうかなって言っても,もう20年。<laughs> 15年ずーっと置いてましたね。やべえなーマジ部屋預けなきゃいけないけど、まず漫画の本だな。ということで、<laughs> まあ、どうもありがとうございました。ご視聴ありがとう。埋もれてます。ではまた38年後に会いましょう。それでは、バイバイ、バイバイ、バイバイ。